沢氏です。沢氏のうんちく研究所サウラボへようこそ。このチャンネルではですね、私インド在住の教養系 YouTuber であります沢氏が、興味関心に従ってね、いろいろ調べたことを、解説形式でお送りしていくチャンネルになっております。というわけで本日もよろしくお願いします。はい、というわけでですね、今回は、リーマンショック編の第2回ということでですね、ぜひね、第1回、上げておりますので、第1回ご覧になってない方はね、そちらをご覧になってから、この動画を、ご覧いただければと思います。でですね、前回のちょっとおさらいをしておくと、リーマンショックっていうのは2007年から8年に起きた金融危機の一つの部分ですよと。で、そのリーマンブラザーズ証券っていうのが破綻するのがね、リーマンショックの今最も大きなドラマだったわけですけれども、その前からね、実はサブプライムローン問題というですね、不動産ローンの焦げ付きっていう問題がずっと起きていたんですよと。そんなような話をね、前回させていただきました。で、今回はそのサブプライムローン問題といういわゆる不動産ローンの焦げ付きがどうして証券会社であるリーマンブラザーズの破綻っていうところまでつながったのかというところをお話しさせていただきます。で、改めてね、そのリーマンブラザーズをはじめとした証券会社、外国ではですね、投資銀行、インベストメントバンクというふうに、名付けてますけれども、その役割を考えてみたいと思います。高校の、ね、政治経済とか大学の経済では必ず学ぶ、お話なんですけれども、銀行と証券会社っていうのは何が違うかということを考えた場合に、よく使われる定義っていうのは、銀行は間接金融ですよと。で、証券会社っていうのは直接金融を担いますよということなんですね。で、どういうことかというと、すなわち金融というのはお金の足りない人とお金が余っている人をつなぐ。で、お金が余っている人からお金が足りない人に向かってお金を出す。ね、そういうものですよね。で、直接金融っていうのはこの2社をですね、直接つないであげる、直接お金を渡す、渡し合う関係を作る、これが、証券会社の役割で、銀行っていうのは間に銀行をかませることによって、お金の出し手とお金の受け手はそれぞれ銀行とやり取りをする。で、直接ここがやり取りをすることなくですね、お金が流れていくという、これが間接金融である銀行の役割なんですね。で、今回破綻したのはですね、そのリーマンブラザーズという証券会社、投資銀行なわけです。なので直接金融ということなんですけど、ここで大事なのは、誰がこの時にお金が欲しかったんだろう。そして誰がこの時にお金が余っていて投資をしたいと思っていたのかということなんですね。で、これをしっかりとね、理解をしておきましょう。はい。で、このサブプライムローン問題、基本的に担っていたのはですね、地方の銀行とかね、信用金庫とか、いわゆる小さな金融機関なわけです。そういうところが、ローンを欲しいと思うね、低所得者層にアクセスをして、ローンを出していくというわけなんです。なんですけれども、こういった銀行や信用金庫もですね、どっか他からお金を調達して、それでローンを出しているわけですね。その銀行が預かっている普通の預金であったりとか、あるいは他の銀行から借りてくるローンだったり、そういったものを借りてきて、で、それを原資にして不動産ローンを流す。こういうことをしていたわけです。ただ、これをやっていると、ものすごくね、この成長には限りがあるわけです。もっともっとお金が欲しい。それでお金をもっと調達してきて、それで不動産ローンをもっとやりたい。そう思ったらどうするかというと、このね、ローン債権というんですけれども、いわゆる不動産ローンを出します。そうすると銀行っていうのは、そのローンを返済してもらう権利っていうのを持つんですね。で、これを売るんです。どっか他のところに売る。で、そうすると売り上げでお金が入ってきますから、その元手でさらにローンを出すことができる、ね、これをやったわけです。で、お金が欲しいからやったっていうのもありますし、銀行1個としてね、不動産ローンをやるっていうのは非常にね、昨日前回も説明しましたけれども、不動産ローン、特にサブプライムローンっていうのはね、リスクが高めの商品なので、いっぱいやれるわけではないんですね。なので、なるべくリスクは分散させたい、リスクは外に出したいというね、思いがあるわけです。だから、一回ローンをやっちゃったら、そのローン債権ですね、返してもらう権利を他に売却したいっていう、思惑があったわけ。これが資金の欲しい方、資金のニーズのある方の、論理です。で、次、資金がね、余ってる方、投資したい方の論理ですけれども、
これはですね、不動産ローンをやっていない全ての機関投資家とか個人投資家と言われる人たちです。企業だったり個人だったりするわけですね。この2000年代後半ってどういう状況だったかというとですね、非常に低金利なわけですね。なので機関投資家とか個人投資家の人たちっていうのはどん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 お金を借りられるんです。借りられるから、元手はいっぱいある。でも運用先がないんです。2001年にね、 IT バブルっていうのが弾けます。弾けた後に企業活動っていうのは一気に冷え込むわけですね。だから株を買ったり債券を買ったりしようにもね、なんかいい投資先がないわけですよ。だからどうしたかっていうと、確実に儲かる、当時は確実に儲かっていたサブプライムローンをね、買いたいというふうに思うわけです。でこれが資金の出し手側のニーズですね。でそうすると、お金がとにかく欲しい、リスクを分散したいと思う地方の金融機関と、とにかく高金利で運用できる商品がないかと考えている機関投資家や、個人投資家、これで2つですね、資金の出し手と、資金の受け手のニーズが合致するわけですね。これをつないだのが証券会社なわけです。この時にね、何をしたかというと、証券会社はですね、証券化というものをしたわけです。どういうことかというと、このね、地銀とか信用組合っていうのが持ってるものはですね、例えば A さんに向けてのローン債券、 B さんに向けてのローン債券、 C さんに向けてのローン債券みたいに一人一人、ローンをやってる、その個別のローン債券なわけですね。でこれをね、証券会社っていうのはまとめてガバーッと A さんから Z さんまでのローン債券っていうふうに買ってくるわけです。でこれをですね、例えば合計で1000万円分ローン債券を買ったとしたら、これを証券会社っていうのはばらしていくわけです。例えば、一口100万円で10人に、売りさばくみたいなね、そういうことをするわけで、このプロセスがまさに証券化というものなんですね。少ない元手からですね、大きな購入資金を作ろうとする、その証券会社がやる仕事なわけです。これ売れるもんですから、どんどんね、証券会社としてはローン債券を買っていくっていうことになるわけです。で最初はね、今言ったように投資家に売るために買うわけです、ローン債券をね。なんだけど、そのうちサブプライムローンっていうのはね、金利の収入が非常に大きいローンです。なので、自分たちも儲かるんじゃないかっていうことでね、どんどんね、自分の元手で買っていくわけですね。証券会社っていうのは直接金融なので、基本的に証券会社が持つ資産っていうのはほとんどないわけです。基本的には何かを預かっているわけですけれども、このサブプライムローンの時にはですね、自分たちでも買っていた。で、一部は、投資家に向けて売るんだけれども、売らない分っていうのもずっとあったわけですね。で、証券会社もね、全部それを自分の資金で、買っているわけではないわけです。お金を借りてきたりしてるわけですね。で、それをね、レポ取引って言うんですけれども、自分たちが預かってる資産ですね、それをどっかに担保に出してですね、で、それでお金を借りてくる。で、それで借りてきたお金で物を買うっていうね、レポ取引っていうふうにね、金融用語では言いますけれども、そういったことをしてですね、借金までして、どん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 ですね、地銀とか信用組合から、ローン債券を買ってきたっていうことなんです。はい。で、これはね、サブプライムローンが順調に返済されているうちは、もう儲かり続ける仕組みなわけですね。金利の収入もあるし、投資家としてはそれが魅力的だからどんどん売れ続ける。だから売買手数料も入ってくる。証券会社も、そのローンを出している信用組合もね、それから投資家もみんな嬉しい仕組みなわけです。で、なんでこれがね、より売れたかというと、これね、格付け会社っていうね、皆さんご存知かと思うんですけれども、例えば社債とかね、株とか、そういったものにお墨付きを与える機関っていうのがあるわけですね。上は AAA から、最後はね、デフォルトっていう債務不履行っていうのを表す D までね、アルファベットで基本的にはね、格付けをしていくんですけれども、その証券化商品っていうのはですね、この証券会社がなんとかして売りたいので、リスクは低いですよっていうことをね、言いたかったわけ。だから格付け会社としては AAA にするとね、いいわけですけれども、それをやるためにですね、証券会社っていうのは、リスクが比較的高いと言われているサブプライムローンとですよ、リスクが低いと言われている国債とか、他のね、安全な会社の株とか、そういったものをセットにしてですね、パッケージにして証券化をしてですね、で売り出すっていうことをしていたわけです。そうするとね、
これ対数の法則って言うんですけれども、例えば A さんに向けてのローン債権、 B さんに向けてのローン債権、 C さんに向けてのローン債権みたいな感じで、要は個別にローン債権を見ていくと、もしかしたら A さん病気になるかもしれない、B さん途中でリストラに遭うかもしれない、 C さん他のいろんな事情で払えなくなるかもしれないっていうことで、まあいろいろね、タイム焦げ付きのリスクっていうのは個別に見ていくと大きいわけです。だけど A さんから Z さんまで、全部見た場合、そのうち何パーセントが、大体その焦げ付くかっていうのは統計的に、予測できるわけですね。数が大きくなっているので、例えば A さんがダメでも B さんを支払ってくれるだろう、C さんがダメでも D さんだったら支払ってくれるだろうということで、グループで見た場合には確率で説明できるわけです。なのでそういった形でまとめて、販売をするっていうことでですね、よりリスクが低いと見せることができるわけで、それを受けて格付け会社も AAA とかね、高格付けを出してですね、でそれに投資家が群がってどん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 ですね、これが売れるようになっていったっていう話なんです。でここまでがね、なぜそういった商品が人気だったかって話なんですけど、今言ったものっていうのは、どっか一箇所でもおかしくなると、全部おかしくなるんです。はい。つまりどういうことかというと、不動産の価格が下がりますと。で、そうしてサブプライムローンが焦げ付きます。そうすると、今までね、ちゃんと返ってきてたものが返ってこなくなる。そうすると、一時的に買っていた証券会社はまずそれで損をしますね。で、投資家も損をします。で、投資家は損すると、売りたいと思うわけですね。なので、今まで証券化商品として買ってたものをバンバン売却していくわけです。売却先は、もともと売っていた証券会社になるわけですね。そうすると、証券会社っていうのは、本当にこうクズみたいなですね、ローン債権を手元にぐわっと抱え込むわけです。で、さっきも言いましたけども、昔はそのローン債権を買うために証券会社は借金をして買ってたって言いましたね。レポート利息というものです。なので、債権買ってたのにね、その分だけ返済がない。つまりお金が入ってこないわけです。結局ね、返済期限が迫っても、持ってる債権を売れない。売ったとしてもクズみたいな金額で売れてしまう。だから、返済をするのに十分なお金がないっていうことで、結局ね、資金ショートしたんですね。本当に返さなきゃいけない金額をその日に準備できなくてですね、それで資金ショートをして潰れたということになります。これはね、2008年9月15日の出来事だったんですけれども、その時点でですね、リーマンブラザーズという投資銀行が持っていた負債総額はですね、6000億ドル、日本円にしてなんと64兆円というね、アメリカでは史上最大のね、負債総額で、倒産したという形になります。まあアメリカとしてもね、なんとかリーマンが潰れないようにっていうことでですね、自力で再建はもう無理だったので、他の金融機関に買ってもらえないかっていうかね、いろんな交渉はしてたんですけど、結局ね、他の銀行とか、証券会社もね、同じような仕組みで、ローン債権買って売ってみたいなことをね、至るところでしてたわけだから、銀行は銀行でみんな、自分たちのね、その損失をどう処理するか、損失からどうやって自分たちを守るかっていうことで必死だったわけです。だからそこに及んでね、リーマンブラザーズみたいに一番損失が高いところを、ね、救済してあげようっていうことはなかなか難しかったわけです。で、アメリカという国としてもですね、そんなことしちゃうとね、金融機関がより、国を頼るようになる、そこにね、モラルハザードって言うんですけれども、結局ね、自分たちで頑張らなくなってね、いずれは国が助けてくれるだろうっていうことで、よりみんな放慢経営をするんじゃないかというね、恐れがあって、国としても支援しなかったんですね、リーマンは。なので、このね、2008年9月15日に、倒産したということになります。で、その後の影響はね、もう皆さんご理解の通りなんですけれども、前回のね、講義でも言った通りですね、信用収縮という現象が起こります。つまり、どこかが破産をしました。で、破産をしたら、それで必ず損をしている人たちがいるわけですね。株主とか、それからそこにローンを出していた人たちとかね、がいるわけ。で、そういう人たちが損をします。なので、新規の融資をやめたりするわけ。で、それはリーマンブラザーズに対してだけではなくてですね、全体として、融資を渋ったりとか、そういうことをするわけ。そうすると、貸し出しが減るので、企業活動、それから個人消費もどん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 落ちていって、不景気になっていくと。そういうモデルなんですね。
で、これはね世界、金融危機ということでどんどん世界にも波及していくんですけども、例えば日本でいくとですね、日本っていうのはアメリカにたくさんのものを輸出しています。でアメリカは輸入大国です。で、さっきも言った通りね、そんなアメリカの中で、借金がね、ローンがうまく出ないので、結局消費が滞る、そうすると輸入金額が落ちますね。輸入金額が落ちるということは日本にとっては輸出が落ちるということになります。そうすると輸出の会社が困るということになりますね。で輸出の会社っていうのは大企業が多いですね。なのでその大企業の、サプライヤーである中小企業が困っている。そんなような形でですね、どん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 この金融危機っていうのが波及していった。これがリーマンショックですね。今回のコロナ禍の、ね、経済危機っていうのは金融マーケットの起点ではなくてですね、あくまでも実体経済が起点、というものではありますけれども、まあ、過去のねこういったリーマンショックとか、そういったものをね勉強することで、より、今をね生きやすく生き延びられると思いますので、ぜひぜひ、皆さん他の本だったり他の動画も見てみてね、勉強してみてください。はい、というわけで、2回にわたってやってきましたリーマンショック編はここまでとさせていただきたいと思います。次回はね、またちょっと普通に戻ってですね、インド関連のね、人の偉人伝ということでやっていきたいと思います。続きが見たいよという方はね、今のうちにチャンネル登録をしてください。また、このサワラボでね今後扱ってほしいテーマなどありましたらね、自由にコメント欄でおっしゃってください。今後の参考とさせていただきます。ご動画への高評価もお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。